皆さんこんにちは、みえです。今日は韓国のテグから仲良しのニョンヒョンヒが福岡に来ました。おそわせよ、たんがわよ。はい、はい、前を見ながらじゃあお話をしていきましょう。はい、オニが住んでるテグなんですけど、はい、韓国第三都市ですね。はい、そうですね。はい、何が有名ですか？そうですね、昔はテグはリンゴが一番有名だったの。ね、非常にリンゴ美味しいね。はい、でも今はね、少し天気が暑くなって、うんうん、リンゴよりも、なんか繊維、あ、繊維ね、繊維が、はい、生地ですね。生地が繊維産業が発達してますね。で、そして、毎年このテグで繊維国際博覧会も開かれております。それどんなお祭りなんですか？祭りは博覧会。博覧会、はい、で国際博覧会だから、じゃあ結構海外からも、はい、海外もたくさん訪れてきてね。繊維が有名なんだ。そうそう。で、そして綺麗女性たちもたくさんいますよ。ミスコーリア、ミスコーリア、ね、はい、それ選出が一番多い地区ですね。はい、そうですね。私テグ大にもね、ちょっと留学してたんですよ。うんうん、テグ大学ね、うん、だから美人が多いんじゃないですか。ソウルよりもテグに美人が多いっていうね、話があるんですね。実はね、私美人じゃないですけども、テグまでじゃないんだよ、私は。あ、なるほど、テグじゃないらしいです。そうだね、なんかな、どんな話だろう。どこなんですか？話さないよ。生まれは、生まれはね、テグじゃなくて、少しソウルの下にあるカモンドという。寒いでしょうか？少し寒いところですけども、デグもね、盆地だから冬は寒くて、夏も蒸し暑いんですよ。観光名所で有名なところって？デグはね、本当に文化とかいろんな、なんか観光地を、テグシティ、テグシーからいろいろなんか発掘されているので、たくさんありますよ。見どころいっぱい。いっぱいありますね。福岡からね、今直行便もね、あるから行きやすいと思います。街に地下鉄もあるしね。地下鉄もあるし。意外にね、大都市ですよ。はいはい、大都市で。第三って言いながら意外にね、かなり開けてます。はい、モノレールもあるし、本当にね。あ、居心地もいいし、そうそう、なんか観光地もたくさんありますし、食べ物も美味しいし、美味しい、なんかみえちゃんが好きなマッチャン、ホルモン、ホルモン焼き、チャン、そしてコプチャンの通り、コプチャン美味しいですね。コプチャンのなんか店がたくさん集まっている、コプチャンゴリみたいなのがある、コプチャンゴリもあります。ぜひね、テグに、訪問しなくちゃね。そうそうそう。で、オニは日本語前けど、どうやって覚えたんですか？私ね、大学の時の専攻だったんです。へえ、うん、じゃあほとんど独学？今専攻、私の専門、専攻が日本学科なので、その大学で日本語勉強したんですね。その後は？あとはね、して NHK、テレビを見ながら、日本語講座、はいはい、日本語講座じゃなくて、NHK ニュース、あ、日本語の番組を見ながらね、はいはい、はいはい、でも今も日本語の番組、NHK、NHK の放送を たくさん見てます。日本語で難しいなって思う部分はどこでしょう？やっぱりね、日本は、日本語はね、謙遜語、あ、謙遜、目上の人とか、はいはいはい、もう韓国語もそうですけども、韓国語もだってほら敬語じゃないですか、敬語もあるんですけどもね、本当になんか優しく、とこ品のある言葉、それが難しい。何々でいらっしゃいますね。はいはい。でも難しいですよね。あと、おをつけるのは、お弁当、お足。そうそうそう。ね、どこまでおをつけるんだろうみたいな。そうだね。それが、なんとかね、自然な新日本語とか、品のある日本語、なんか正確な日本語、なんか行事、なんか工事ですか。工事に使うなんか信号機、行事ね、行事ですね、行事、はい、行事になんか使う、そんな信号機、なんか公式的な場で使うような言葉です。綺麗な日本語です、ね、ちゃんとする日本語が、話したいという気持ちがあります。漢字とか難しい？私の世代はね、漢字が、
あの高校まで勉強してたんです、うん、だから、うん、あんまり私は漢字は難しくない、うん、日本のほら読み方って音読みと訓読みとあって結構読み方が多いものもあるじゃないですか、うん、ですね、うん、韓国語って大体漢字一つの読み方でしょ。そうだ、うん、そうですね、それが難しい、うん、音読みとか訓読みね、うん、で、そうそうそう、音読みだったらなんかあの安いんですけども、うん、優しいんですけども、うん、訓読みだったら、うん、ほとんどなんか、うん、あの発音が違うんじゃない。あ、そうそうそう、それが難しいんだね。そう、そうだよね、うん、だってでも韓国語で二つ読みがあるのってあんまりないんですよ。金とかだと軍とかないよ。金とかあれないよ。ないでしょ。だから、うんうん、日本語とか本当果てしなくあるものもあるから。そう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 。よくみんな覚えれるなと思って。そうね、難しい。あの勉強し始めのね、韓国人が一番間違える。カタカナで、うん、なんかツーとかシーとか。こんがらがってる。そうそうそう。うんとかリーとか。はいはいはい。見てるとね。いやでもみんな、うん、勉強家が多い。そうそうそう。日本語できる人ね、意外に多いんですよ。多いんだね。いや独学の人もいるし、まあ、ドラマとか、うん、歌とか、うんね、うん、ドラマが一番でも覚えやすいのかな。あのね、私の2番目の子がね、息子がね、日本語本当に上手なの。へえ。それは独学なのに、うん、そしてアニメ、日本のアニメ、そうかそうか、みんな漫画好きなんだ。はい、日本のアニメを見て、そしてなんか日本のドラマ、うん、で一応はね、アニメが、アニメ何が人気あるの？クレヨンしんちゃん、チャンプ、そうそうそう、それは昔だな、昔から。あ、そうか、最近は何だろう。そうだね、なんかセーラームみたいなやつ。そうそうそう、いろんなのあるよ、うんうん、日本のアニメもあって、うん、韓国の吹き替え版みたいなのもあるんですよ。そうそうそう、うん、日本のアニメね、結構みんな世界的に人気があります、うん、宮崎駿も、ね、そうそうそう、うん、だから、で、不思議なのは、うん、あの彼は、うん、あのアニメを見て日本のドラマを見て日本語を覚えたので、あの少しまた自然な日本語、それができるんですけども、うん、ある時はね、変な日本語、変な日本語、そして私を見てね、うん、母上とか、時代劇、母上とか、あ、そんな話をするときに面白いね。面白い、面白い、でも面白おかしく、ね、勉強できるのが一番理想。そうそうそう、そう、でも機会があったらやっぱり多分損のがいい、小韓国住みたい。そうだね、でも生活もなかった。はい、私ね、現場の日本語、だ現場の韓国語、それが一番なんかいいじゃないかな。耳で聞いて使ってみる、はい、そうそう、これが一番ですよね。そうそう、もっといいのはね、彼氏彼女見つけるのが早いんだって。そうそうよく言うよね。よく言うね。なんか夜のお店とか通ってね、おじさんたちがね、そんな、なんか変な言葉ばかり覚えてくるんだって。ね、みえちゃんは可愛いからね、それができるかもね。みえちゃんはね、挑戦してみてね。もっと私も勉強しないといけないんです。みえちゃんのは韓国語で十分だよ。本当に。いや、なんかね、まだね、何級かまでやって、その後ね、試験とかももう結局受けずじまいで、まあとりあえずなんとか喋れればいいやみたいな。私ね、試験なんかあんまり好きじゃない。私も嫌い、うんうん、勉強が嫌いだから。私も作る上でやりたくない。喋、うんうんうん、ね、喋って教えてもらって、そうそうそう、ね、それがいいね。それがいい、それが通じるんだね。でもね、結局はね、人と人だからね、うん、心と心、そう、ね、そうそうそう、それが一番だね。そうそう、そういうね、なんか国境とかそんな問題じゃないです。心と心があればね、通じるものがね、あるんです。一番いいのが心と心。もうね、ずっと仲良しですからね。そうだねー、ありがとう、今回もね。そうそう、大人だからどうとかってなくて、うん、なんかね、もう、もう、うん、鬼と見えみたいな、そんな感じでね、仲いいんですよ。今回ね、みえちゃんのおかげさまで、スタンスですね、はい、スタンスに来て、なんか今日ね、なんかちょっとここハーフアップみたいにね、してもらって、そうそうそう、いつもとの雰囲気がでも違う、違う、違う、ね、髪型一つでね、女性は変わるね、うん、変わるね、髪大事ね、変わるね、一番顔よりも髪が一番だね。髪はやっぱり、なんか前髪とかうまくいかないのも一日嫌だもんね。そうそう、だね、可愛いんじゃない、みえちゃん。あ、やってもらってるからね、あれだけどね、やっぱ自分でやるとうまくね、できない。そうそう、できない。美容師さんはうまい、あの腕がいいんだって。そうそうそう、それが腕がいいというの。腕がいい、腕韓国語ではなんて言うかな。
腕が良い。솜씨가좋다。솜씨가좋다。솜씨。솜씨。難しい言葉じゃない？難しいね。うん。で、솜씨가좋다ということは、いろんな人に、なんか技術とか、才能とか、それがいい時にね、솜씨가좋다というの。日本語の方が簡単やね。腕がいい。そんだけ通じる。そうそうそう。そことわざとか、そういうほら難しい言葉とかもたくさんね、出てくるからね。だってほら、日本だとほら、あなた顔が広いね。顔が広いねって言われる。顔が広いっていうのは、韓国語で言うと足が広い。そう、ありのありの。そうそう。足股掛けしてるくらい、まあ人をたくさん人脈あるとか、あと発泡美人、発泡美人、あの韓国ではとてもいい言葉ですが、日本語で言うとですね、悪い言葉です。悪い言葉。発泡美人っていうのはみんなにね、いい顔する人。あ、だからね、ちょっと何あの子みたいな。でもね、実はね、発泡美人で日本人はね、誰でもいい顔する、出るじゃないかなと思って。誰でも優しくてではない。でもほら、実はみたいな。でも本音はね。そう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 。そういうのがある人もやっぱ中にはいるしね。韓国ではね、あのパルバンミン、パルバンミン美人はですね、すごい優れた人のことですよね。だから褒め言葉なんですよ。日本で言われたらね、あの多分切られてるんです。そういう違いがあるんですよ。そうだね。そうそうそう、ね、地下鉄に乗るが日本語なんですけど、韓国語はね、地下鉄を乗るですね、を乗る。最初ね、習った時になんで地下鉄を乗るんだろう、すごい不思議でした。でもこっちに来たら多分韓国人も思うんですよ、地下鉄に乗る、なんで2なんだろうみたいな。そういういろんなね、あの違いがあるんです。語学やってるといろんな不思議がね、出てきますね。そうですよ。はい、今日はこの後ね、美味しいお寿司を食べに行きますよ。はい、お楽しみにしておりますよ。今日から2泊3日楽しい福岡の旅に行ってくださいね。はい、ありがとう。はい、じゃ今日は楽しいおにでした。はい、ありがとう。みえちゃん、またね。またね。ありがとう。